岡崎のホームセンターハウルさんのひととき縁日に行ってきました。キッチンカーやワークショップが楽しめました。岡崎市は花火が名物です。バラ売りの花火が買えて楽しかったです。でっかいドラゴンはやるのが楽しみです。時間がなくてキッチンカーあまり回れなかったけど、ホットドッグがボリュームがあってお腹いっぱいになりました。岡崎の名物男、生ビール売りのお兄さんのノンアルコールビールで参加していました。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。